ブンブン、ハローイチュ、どうもそれです。今回は昨年末頃からずっと噂が出ていたファーウェイの新型スマホ P40 Pro についてご紹介したいと思います。現在でもまだ P40 Pro は発表されておらず、まだ噂段階ではあるんですが、2020年にファーウェイから発売されるフラッグシップスマホの一つがこの P40 Pro になります。今年のモデルも上位モデルの P40 Pro と、そこから少しスペックを落とした P40 の2つのモデルが発表されると言われています。特徴としましては、通信面で 5G に対応しており、そして CPU についてはファーウェイの最新の CPU となるキリン990が搭載されると言われています。残念ながら昨年はアメリカの制裁の関係上国内で発売されることはありませんでしたが、ファーウェイが昨年後半に発売したMate 30 Pro、 このMate 30 Pro にもキリン990が搭載されていました。ただこのキリン990にはいくつかバージョンがあるようで、 5G 搭載モデルのキリン 990 5G という CPU も発表されていました。ですので現在噂されている P40 Pro、5G に対応するということを考えると、搭載される CPU は 5G 対応のキリン 990 5G かと思います。その他現在噂されている P40 Pro の特徴としましては、やはりカメラにはかなり力を入れるようです。例えば望遠レンズについては光学10倍のレンズが搭載されると言われます。昨年の P30 Pro の時も望遠撮影の性能はとても高く評価されていましたので、その部分がさらにスペックアップするのではないかと思います。今画面に表示するのが P40 Pro と言われるレンダリング画像になります。昨年の P30 Pro からかなりデザインが変わっています。例えば背面のメインカメラについては、昨年のモデルは細長い楕円状の中にカメラが縦に配置されていましたが、 P40 Pro ではそれが長方形のエリアの中に搭載されることになります。また少し見えづらいですが、前面のインカメラについても、昨年のモデルはいわゆるノッチの中にカメラが入っているタイプでしたが、今年の P40 Pro ではサムスンの Galaxy シリーズなどその他のメーカーと同じようにパンチホールタイプのカメラが搭載されます。いわゆるディスプレイの中に穴を開けて、その中にカメラが格納されるタイプになります。しかもそのカメラはサムスンの Galaxy S10 Plus のようにデュアルレンズカメラになっています。パンチホールタイプのカメラを採用するモデルで、デュアルレンズカメラを搭載しているモデルというのはかなり少ないので、自撮り性能についても期待できるのではないかと思います。そしておそらく昨年同様 3.5 倍のイヤホン端子も搭載されないかと思います。基本的にハイエンド端末というのは、ワイヤレスイヤホンと同時に使うというような位置づけになっていますので、サムスンも Apple の AirPods のように独自のワイヤレスイヤホンを発売している今、あえてハイエンドモデルに 3.5 倍のイヤホン端子を搭載するということは今後ないのではないかと思います。そして何と言っても気になるのが OS はどうなるのかということかと思います。昨年の P30 Pro については Android OS を搭載することができ、少し発売時期は遅れてしまいましたが、国内でもドコモから発売されました。ただし後半発売された Mate 30 Pro については結局のところ Android OS を搭載することはできず、国内で発売されることもなく、結局2020年になった今でもまだ販売されていません。現在のアメリカとファーウェイとの関係を見ても、やはりまだまだトランプ政権もファーウェイへの締め付けを緩めようとしていませんので、最近はだいぶ緩和されているとはいえ、この OS がどうなるかというところはまだ何とも言えないところかと思います。ちなみに少しややこしいところですが、Android 自体は自由に使ってもいいことになっていますが、要はアメリカの企業のサービス、例えば Google の Gmail や Google マップ、そしてアプリをインストールする際に使う Play Store など、こういったアメリカの企業が提供しているサービスを使ってはいけないことになっています。ですので、厳密に言うと、重要なのは OS が Android かどうかということではなくて、Google のサービスを利用することができるかどうかということになってきます。要はそれができなければ Play Store から Android のアプリがインストールできませんので、たとえカメラ性能など基本スペックが高かったとしても使いたいアプリが使えないということになります。なお、カメラについても少し詳細なスペックをご紹介しておきますと、噂によりますと P40 Pro のカメラ構成は合計5つのカメラが搭載されていると言われています。
この5つというのは前面のインカメラを除いて背面のメインカメラの構成です。画素数としてはメインとなるカメラが6400万画素、そして広角レンズが2000万画素、広角10倍と言われる望遠用のレンズと組み合わされているのが1200万画素のセンサー、その他マクロレンズ、TOF センサーも搭載されていると言われています。同じく中国のスマホメーカーであるシャオミなどは1億画素のセンサーもスマホに採用していますが、現在の噂を見る限り P40 Pro では1億画素のセンサーは使わないようです。実際に自分も1億画素のセンサーを搭載したシャオミの Mi Note 10 Pro を購入し使っていますが、実際のところ1億画素のセンサーで撮影した写真もそれ以外のセンサーで撮影した写真も実はそんなに大きな違いはないように見えます。そもそもスマホの場合、センサーの画素数がどんなに増えたとしてもセンサーサイズ自体は小さく、またそこに組み合わされるレンズもとても小さく、ミラーレスのレンズなどと比べてもどうしても光学性能がかなり劣ります。ですので、そこまでセンサーの画素数を上げたとしても、あまり大きなメリットはないというのが現状のようですので、現在噂されているファーウェイの P40 Pro には6400万画素のセンサーが搭載されるということですので、その辺が妥当なところではないかと思います。実際のところ、もっと画素数の低いセンサーでも特に画質としては問題ないかと思いますが、やはりフラグシップスマホということで、スペック表上の数値が他社のフラグシップスマホと見劣りしないように画素数が多めのセンサーを載せたかったというのもあるのかもしれません。ということで、いろいろと噂されているファーウェイの新型スマホ P40 Pro ですが、発表会が3月に開催されるとは言います。3月といっても上旬ではなくて3月末頃の発表とは言いますので、まだもう少しだけ待っておく必要があります。あと、先ほど今回のモデルは P40 Pro と P40 があると言いましたが、実は最近になってきて P40 Pro のプレミアムエディションが出るのではという情報も出てきています。なお、通常モデルとこのプレミアムエディションとの違いはボディの素材で、プレミアムエディションについてはセラミックが使われるのではという噂が出ています。当然価格もかなり高くなる予定で、今出ている噂としては日本円にして14万円以上するのではと言われています。いずれにしろ現時点ではまだまだ噂段階ですので、どうなるかわかりませんが、3月末ファーウェイから公式に発表されるまでにまたいろいろと情報が出てくるかと思いますので、その辺最新情報ありましたらまた別の動画でご紹介したいと思います。ということで、今回はファーウェイの新型スマホ P40 Pro の噂をご紹介しました。なお、現在 Amazon で販売されているファーウェイのスマホやタブレット販売ページのリンクは動画の概要欄の方に貼っておきます。そちらも興味のある方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。